はい、どうも皆様、アーサーでございます。それじゃあ早速、侵入の方を、始めていきたいと思います。ギリ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 。これいいじゃん。69.9。ちょうどいいですね。それじゃあ早速、フォース一発ぶちかましましょうか。お会いとしたことが。すいません。いやーでも闇発生ほんといいっすね。これ進行30、威力30なんでフォースがね使えるんですよ。指輪つけなくても。今まで自分上質だったので、フォース使う時はね、進行を上げる指輪装備しないと使えなかったんですけど、その手間が省けるのは、非常にありがたいですね。今まで指輪の付け替えで何度か死んだ覚えがあったので。これで、私の勝率も間違いなく上がるんじゃないでしょうか。やっぱ闇派生だよな。この闇絵さんもどうせ闇ハーラルドですよ、あれ。ハーラルドじゃなかったか。ルケイニンか。さて、敵は、見る限りでは2人。どこかにいるんじゃねえか。ただ巨人倒すとき2人でやってるみたいだから、多分これ2人だけだな。それじゃあ2対2のタッグバトル始めちゃいましょうかね。いきます。この装備見たことあんな。まずっ、やっべ、火力高えじゃん。ただ俺のロース騎士体験の方が高いんだよな。深追い禁物。ヒットアンドアウェイでいきましょう。やべえ、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 死ぬ死ぬ死ぬ、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、やって。助けて、助けて、助けて、助けて。なんか俺、あれだな。闇霊の前に入っちゃってんだよな、これ。もう無理に、連携取る必要ねえか。闇霊がピンチの時とかに助けに行ったりするとかえってね、被弾しちゃうんで、もうそうなったらいっそ闇霊との距離を離して、もうコミュニケーションっつうか、もう連携の一切を断つ。もうそれでいいんじゃないかな、俺。闇霊とのフレンドリーファイヤーで主に死んでる気がする、今回。やはり一人でなんとかするべきだった。ちょっと味方を心配してる余裕はねえんだ、俺には。自分のことだけを考え、勝ちに行きます。敵3人だからな。闇霊が来るまで待った方がいいな、これ。ここに来るか。あ、いたのか。びくった。いいんだろよ。行ってくれよ。行こうぜ。さあ、お待たせしました。もう闇霊が危なくなっても、助けに行かねえ。自分で何とかしろ。神がよ、今度消えちゃったな。おいおい、こっちまだ揃ってねえんだよ。待ってくれよ。あ、来たか。よし。じゃあ行きましょうか。あ、甘い。ほほほ、素晴らしい価格。 どうだいや。さあ、残り2人か。やろうぜ。
これちっちまずいな。ここは武器を変えます。私の新武器、闇の内刀。刀に闇発生しても強いってことにね、気づいたんですよ。もらった。大戦ありがとうございました。やっぱこれだな。下手に連携取る必要ねえわ。自分の力だけでなんとかする。銀騎死んでる。近くにはいない。そこか。早えな、もう戦ってんのか。ああ、死んだな。敵が下にいることは分かった。銀騎士も死んでるから。どうすっか。神が来たな。ちょっと敵の様子を見ますか。うわ。何あれ。めっちゃ相手にしたくねえ装備。装嫌いなんだが。なんか相手にしたくねえわ。ちょっと俺も弓かましちゃっていいですか、今回。あいつは全員武装装備してんだろ。これはちょっとまずいっすね。しかもここに乗り込んできた。まずい。逃げ遅れた。すげえ音聞こえる。めっちゃ音聞こえてんだけど。逃げろ、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 逃げろ。あれダメだ。正面から立ち向かったら死ぬ。ここは、俺一人で蹴りをつけるか。あ、ただ向こうに行ってくれたね。ああ、よかったよかった。やる、こっちだ。こっち来た、こっち来た、こっちが。ホース、スタンバイ、ホース、スタンバイ。いきます。終わらせる。もう同僚なんか必要ねえんで。ちょっと我慢きついな。まあ今の俺は我慢してる相手でもフォース当てれるようになったんで、ちょっと見てください。修行の成果。いや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 、我慢二人がきつい。我慢二人きついっすよ、先輩。死んでください。はい、一匹撃破。残りは二人や。そしてここで直剣ブンブン。やべ、動きがわかんねえ、動きがわかんねえ。落ち着け、落ち着け。まだまだまだ。これ片付けられる。やっべ。あっしゃ。どないや。おめえも死んどけ。はい。私一人で三人撃破しました。やっぱフォースいいっすね。危なかったわ。今回はこの装備で倒していきたいなと思っております。大丈夫。俺ならいける。今まで勝てなかったのは闇霊と共闘してたからだ。共闘するべきではなかった。どうやら俺は自分の力を、まあ、過小評価していたみたいですね。まあ、本来の俺なら、まあ、複数相手でも一人で勝てる実力があった。だからそれがね、まあ、闇霊と変に共闘することによって本来の実力が出せずにいたんです。まずいな。ちょっと武器怖え、めっちゃ。あれ、まずいっしょ。凶暴だとだ。ここで終わらせます。ここが彼らの死に場所。さようなら。はい、一匹撃破。さ ホスト。やべえ！そりゃ、暗月炎茶凶暴。なんていいセンス。あ、マジ元気し、いいよいいよいいよ。神具合が来たが、手柄は渡さん。俺がとどめをさ。多謝ありがとうございました。やはり信じれるのは闇霊ではなく、モブですね。はい。
ご視聴ありがとうございました。